16世紀から19世紀の間、スペインの様々な時代に流通した、様々な通貨は、縦を意味するエスクードの名で知られている。カルロス4世の8エスクード金貨。フェルナンド7世の2エスクード金貨。1535年、カルロス1世の地下で、金3 4ムを含む額面が350、マラベディの効果がバルセロナで初めて鋳造された。これは、 チュニジア遠征の費用をまかなうためのものだった。しかし、エスクード金貨がスペインの主要貨幣単位となったのはフェリペ2世の時代になってからで補助単位としてレアルとマラベリが使われた。フェリペ2世の時代からフェルナンド7世の時代まで様々な金属や額面の貨幣が鋳造されていたが、それらはすべて1エスクードイコール16レアル銀貨、または40ビロン貨。 を基準としていた。金貨は1、2、4、8エスクードの額面で発行された。2エスクードの一部は重さがエスクード効果6 7 7ムの2倍に相当するためダブロン金貨という名前で知られていた。これらの効果に加えて1809年から1839年にかけては統一された金属、純度、重量で構成された80。 160、320レアルのロ論化が発行された。これらの硬貨のデザインは表側に元君主の像を、裏側の王室の文章をあしらっていた。さらに全ての硬貨は作られた造幣局に対応する文字があった。ほとんどの金貨はマドリードかセビリアの造幣局で作られたため、これらのコインには M または S のいずれかが刻印されている。 エスクード銀貨に基づく通貨システム。2番目のエスクードである銀エスクードはイサベル2世の治世中にスペインで導入された。エスクード銀貨の重量は 12.5g、純度は1000分の835で103チームエスクードに細分された。女王が1833年に即位する前は、スペインでは様々な金属、純度、重量、 値の多数の通貨単位が流通していた。このため、当時は、レアルとマラベリが並存していた通貨制度を単一通貨に統一する試みがいくつか行われた。同様に、ラテン通貨同盟に参加するために、重心数でメートル法に適合した単一通貨が必要だった。このために、1864年にエスクード銀貨が作られ、レアルが置き換えられた。 銅、銀、金の効果は完全に定められた重量、金属、純度で鋳造された。発行されたのは銅化が1、2、5、3チームエスクード、銀で10、20、43チームエスクードと1、2エスクード。最後に金で2、4、10エスクードだった。上記のコインは以下の概略表に示されている特徴を持っていた。この 二番目のスペインエスクードの寿命は短かったが、当時の経済を正常化するために極めて重要な、統一された通貨制度の導入の基礎となった。1869年、女王イソベル2世の即位と暫定政権の成立後、ニエスクードが5ペセタに相当することが確立された。以後、2002年のユーロ導入まで、ペセタはスペインの通貨単位となった。ありがとうございます。